さ、うちのお店はなぜか三井さんもそうですけども、カメラマンの方がよくいらっしゃってくださいます。だいたいそういう方は建物入るとうわーとか言って写真でしょって撮って、あ、この人なんかちょっとやってる方なのかなと思うとカメラマンの方が多いです。で、小田原っていう街はなんで皆さんいらっしゃるのかなと思うんですけど、やっぱりあの定番ですけど海あり山ありで、あとこういう家みたいな古い建物が、いろんなところにポツポツと残っているのがまた街を歩いても楽しいのかなと思って、